文だろう。はるばるこんな海の底へようこそ。そこまでです、アレクセ。これ以上罪を重ねないで。これはエステリゼ姫、ご機嫌うるわし。その分ではイエガーは役に立たなかったよ。死んだよ。最後くらいはと思った。とんだ見込み違いだったか。そうやって他人の運命をもてあそんで楽しいかしら。アレクセイ、かつてのあなたの理想は何があなたを変えたんです。お前、まだそんなこと。何も変わってなどいない。やり方を変えただけだ。腐敗し閉塞しきった帝国、いや世界を再生させるには絶対的な力が必要なのだ。そのためにどれだけ犠牲を出すつもりです。今の帝国では手段を選んでいる限り、決して真の改革がその実現を見ることはない。お前ならわかるはずだ。ちょっとちょっと、奴の言葉に飲まれてどうすんのよ。どうしてこんな笑顔を奪うようなやり方しかできなかったんです。あなたほどの人なら、もっと他に方法が。理想のためにはあえて罪人の烙印を背負わねばならぬ時もある。ならば私は喜んでそれを受けよう。私は世界の解放を約束する。エンテレケイアからエアルから、ちっぽけな箱庭の帝国から、世界は生まれ変わるのだ。世のためだろうが何だろうが、で誰かを泣かせてりゃ世話ねえぜ。てめえを通す理由はこれで十分だ。学習せんな、君。危ない、ユーリあフレ隊長。どうあってもやめる気はねえの。お前までがそんなことを言う。なぜお前たちの誰一人として今の帝国を良いとは思っていないだろう。目的は手段を正当化しねえよ大将。ほらこいつらにどうかな。痛みに満ちたあなたのやり方は正しいとは思えません。やり方を変えられないというのに。ギルドも帝国もいいとこだってある。それを全部壊してからやり直すなんてひどすぎるよ。強硬な手段は必ずそれを許さないものを追う。わかるわよね。あんたの作る世界が今よりマシだった保証なんてどこにもないわ。てめえの言い分を認めるやつはいねえよ。どうあっても理解しないのか、変革を恐れる小人類。だが、すでに全世界のエアルは我が掌中にある。勝ち目はないさ。よく言うわ。あんたそれまだ術式の解析中でしょ。どういうことです。こいつまだザウデの制御完全には手に入れてないのよ。時間稼ぎ。いたもんに。なるほど、これは迂闊だった。小細工が過ぎるぜ。そんなんで世界を変えるなんぞお笑い草だ。いちいちごもっとも。よかった。ならばこれもまた我が波動の試練。新世界の生贄にしてくれ。来い。おいおい、完全じゃなかったんじゃないの。そうよ、あれでもね。世界をかけてんだろう。それぐらいの歯応えはないとな。行くぞ。世界生まれ変わる。邪魔をするな。てめえ好みの世界なんざ生まれる必要ねえ。剣で私に挑むとは愚か。腐っても騎士団長を務めるだけのことはあるな。
道具の分際で主に歯向かうのか。道具もうまく使わないと怪我するぜ。揃いも揃って次元も低い。もはや誰も私に及ばぬ。あんたの知識の使い方間違ってんのよ。これで全部蹴りをつける。ゲルローネスか。腹くくれよ。ゲルローネスか。腹くくれよ。ゲルローネスか。これで決める。やめき、鮮烈なる刃。無辺の闇を鋭く切り裂き、あたらす者を微塵に砕く。行こう、防衛陣。ぶっ飛ばす。舞い飛び聖剣。はっ、戦波乱聖陣。この辺で勘弁しといてやる。後始末は帝国がやるだろう。ちゃんとやってくれるの？